ジャゴリミアです。今日もバーサスフランスの解説をやっていくと思います。では見ていきましょう。テトリス戦ですね。さあこの開幕相撲は、開幕 TSD か DT4 と言おうとしたところが DT4 を組んでいった。それに対し、フランス側が、ちょっと変則的な開幕 TSD で DT4 を打ち切って DTTKI でいくかと思ったけど DT キングクリムゾンルートにした。しかし、キングクリはちょっと間に合わないかなと察知して、ホリレンのルートにしましたね。フランス側が STMV 警部で、テトリス。おっと、俺、大見の機密して、それが致命傷で刺さる。これは、フランス側がまあ、全然、継続して火力を送っていたのに対し、こちら、大見の一個左にずれちゃいましたね。まあ今のは、完全に致命傷かな。リカバリーという、リカバリーどころじゃなかったですね、完全に。置きミスした時点で、まあ、負けが確定していたような、そんな感じだった。さあ、2連発セットに振って、フランス側が7連、8連、おっと強いぞ、これ。9連目の3ライン消しで10連目まで。耐えれるか？刺さる。おっと、これはホリレンが、予想以上に、てか、ホリレンの繋ぎ方うまかったですね。9連目だか8連目だかで、3ライン消しが結構、噛み合ってたっていうのもあって、さらに10連目まで。やっぱりその、令和連でも、1ラインずつ火力を送られるのと、3ラインとかで、火力が増されるんで、3ライン消しが強かった、非常に。さあ、今回は、フランス側が3列連組んでたけども、それを間に合わせない火力でしたね。もう間に合わせねえぞといった速度を上げていた感じがあった、今。速度出しましたね、今。ああいうとこはまあ、させるだろうと判断した上での速度の上げ方ですかね。さあ、テトリス送られて、こちら、エルミの歩みのとこって言って、さあ、テトリス T スピンダブルから3ライン消しで耐えれるか？危ない、ギリギリ。ギリギリ耐えてって、テトリスからオウムの2ライン消し、で、まあ、これテトリスから掘れるんで大丈夫でしょう。下穴もまあ、そこまで悪くはないので。T スピンダブル作って、これでいい地形になった。フランス側が、若干積み込みチックの、T スピンダブルからのレーンのルート。しかし、こちら相当はないぞ。フランス側も、6連、ZMI の、アイミの ZMI のまでの9連まで繋がるが、しっかり受けれるの判断して、テトリス。さらにテトリス。それも、フランス側操作外して、テトリス送られる。しかし、こちら3ライン消し、ジェイミのエルミノと速攻で掘っていって、下穴までたどり着く。さあ、テトリスって、それを操作外して、T スピンダブル送られるが、テトリスで返す。さあ、どうだ？一回 T ミノで1ラインで削ってから操作外して、テトリス送る。さあ、テトリス送って、ちょっと掘りが間に合わずに刺せたかな。今のはどうだったろう？一応 T スピンで掘りのルート、っていうか、T スピンで掘っていけば、まだ火力が相殺できたかと思うけど、掘りの選択肢を選んだか。普通に掘ってって、火力の相殺が間に合わずに刺さったって感じですね。さあ、今回は、テトリス掘りを、っていうか、先読み、T ミノで先読みをしつつ、テトリス掘りからの、相殺外して T スピンダブル、それを相殺外されてテトリス送られる。さあ、相殺の外し合いが激しいぞ。さあ、お互いちょっと置きミスしたような感じがあって、TSD。TSD からのテトリス。さあ、フランス側これ地味に強い。3連目のテトリスで4連、5連、6連まで。6連までに対し、バックトゥーバック付きの T スピンじゃない。テトリスが操作当たる。さらに TSD テトリスからのホリレンのルート。J ミノ、S ミノまでかな。S ミノまでの5連。まあ、どうだろうね。今のところは5分ぐらいかな。だいたい5分ぐらい。さあ、エスミノまでの、4連、しっかり4連まで繋ぎてって、2ライン消し、2ライン消し。まあ、2ライン消しでちょっとずつ穴場を送りながら、総裁外してって、2ライン消し、から3ライン消しで、T スピンシングルですね。シングルにした方が、テトリスボリにできるんで、今のはシングルにしましょう。しかし、フランスがちょっと火力待ってましたね、今の。連継続中に火力を待つことによって、相手のその、送ってきた、攻撃を、連に利用できるので、それを計算した上での、火力の待ちです。さあ、これ下はない。TD アタックからの、テトリス。さらにもう一回テトリス。
打っているが、全然耐えてますね。さあ、テトリスを、テトリスで総裁当たる。これ結構長期戦だぞ。11万点対9万点。10万点いくと非常に試合的には長いですね。さあ、テトリス打って、ティースピンダブル。あ、地形がいい。テトリスをしっかり総裁外してから、TSD、テトリス2連発。まあ、まとめ1ですね。まとめ1非常に強いんで。さあ、TSD 総裁外してから、ホリノルートは。Z ミノ、L ミノ、T ミノ、J ミノ、S ミノまでか。S ミノまでの6連非常に強い。さあ、どうだ、これは。シンメトリパワー1回送って、先読みで、今のエルミノの置き方ですね。エルミノをこういう置き方にすると、Z ミノの回転入れで非常に地形が良くなると。さあ、刺さっていった。テトリスの攻撃がそのまま刺さっていったけど、どうだったんだろう今の T ミノを、2ライン消しだったかなできたよね、多分。それを、てか、アイミノを間に合わせようとしたのかなアイミノを間に合わせようとしたけど、間に合わずに刺さった感じかな一応 T ミノで2ライン消ししていれば、まだ、掘れる、てか、耐えのルートはワンチャンあったような気はしたけど。アイミノが間に合わずに刺さる。これは非常にいい試合でしたね。お互いまあ、掘り連も加味しながら、まとめ位置も、総裁外しもあって、激しい試合だった。非常にいい試合でしたね。長い試合だった。長期戦だったね。ではもう一つ見ていきましょう。これは DT4 でしょう。このツモは DT4 ですね。もう絶対 DT4。さあ、DT4 だったが、DT4 は打てずに、J ミノの置きミスしてしまう。J ミノの置きミスしたが、これは下穴がいいぞ。非常に下穴がいいんで、全然問題なさそう。TSD からテトリス打って、J ミノに削ってから、T スピン W にはせずにシングル。からのテトリスで。さあ、フランス側が、なんか、ちょっとオブジェ構えているが、一応、ホリレンのルートはあるか。L ミノ、I ミノ、J ミノで、T スピン。今のも一応 T スピンの判定ですね。T スピンシングル。一応 T スピンにはなる判定で、掘りながらの T スピンシングルだったんで、まあまあ強い。さあ、ビビビビ、しっかり掘ってって、まあ、下穴的には掘れるんで、アイミノまで、J ミノ、Z ミノ、アイミノまで掘れるんで、フランス側も問題ないでしょう。さあ、しっかり T スピンダブルから、3ライン消し、さらに2ライン消しはせずに T スピン組みに行った。さあ、こちら TD アタック、火力高め。T スピントリプルが刺さっていく。今のはどうだったんだろう ?T スピンダブル作ってたけど、TSG を総裁外そうとしたのかな ?T スピンダブルを総裁外そうとしたのかわかんないけど、T スピントリプルだったんで予想以上の火力が来て刺さったって感じですかね、多分。T スピンダブルだと総裁外せるけど、T スピントリプルだと、ちょっと予想以上に火力が来て刺さるっていうことも、まあ、しばしばあるので、ね。って言ってる間に、フランス側が、何連までだったかな ?11 連までだったかな ?11 連までの、連に対し、こちら大美濃のオキミスが致命傷になって刺さる。さあ、今の試合展開早かったですね、非常に。速攻で4列連組んでって、11連までの、連が刺さっていった。さあ、今度は、こちら4列連組んでっているが、これ、ちょっと ZSS と来ているんで繋がらないぞ。それに対してフランスが直列がうまい。これはまずいんじゃないか。さらにそこにティームの置きミスが致命傷になって刺さっていく。まあ、ホリレンってか、4列連が繋がらなかった時点で不利だったのにもかかわらず、さらにそこに、追い打ちをかけるかのようにティーミナの置きミスをしてしまって、フランスが順調に火力を送って刺さっていく。この開幕珍しいですね。フランスが、T スピンシングル。開幕 T スピンシングルからの、STSD だった。あんまり見ない開幕だったが、使ってましたね。珍しい。さあ、T スピンダブルで、テトリスゴリ、フランス側の地形がめちゃくちゃいい。これは不利かな。穴場こちら来ているので、テトリス、しっかり総裁当てて、T スピンダブルからテトリス。さあ、ギリギリ耐えて、隅の T ミノまで。さあ、T スピンシングルからのテトリスで、なんとか火力を振って、これで5分ぐらいにはなりましたね。さあ、T スピンダブルで、火力増し増し。からの、下穴を埋めて、強気にテトリス打ったのが刺さっていく。まあ、今のはちょっと勇気いりますね。まあ、アイミノで右側の下穴を埋めていたので、
あ、バックトゥーバック付きの攻撃を継続して送れば刺さるかなといった判断で、それがうまく刺さった感じですかね。まあでも相手を刺せる場面なら全然もう強気に火力を作りに行っていいと思います。あんな感じにね、まあ結構勇気はいるけどね、下の上のはどうしても。さあこれ TD アタックで強い。T スピントリプルから T スピンダブル。しかしフランス側も地形いいぞこれ。お互い地形いい。火力出そう、非常に。火力出そうな地形だが、シングロナイズドアタックまで念繋げて、ツインパクトテトリス。4列連か。4列連は行かずに、T スピンダブルにした。それに対してフランスが、Z ミノンを秘密。さあ、しっかり見て、総裁外しの構え、総裁外して、Tスピンダブルを組んで、フランス側は、アイミノ、Sミノ、Lミノ、おー、耐久うまいっすね。さあ、Tミノと掘って、しかし、どうだ。掘ってって掘ってって、Tミノ、アイミノ、Zミノ、おー、うまいな。いやー、この耐久素晴らしいっすね。うまい。さあ、総裁外して、Tスピンダブルから、サンライトし。いやー、今のよく耐えたな。非常にいい耐え方でしたね、フランス側。しかし、6連までの、テトリスだったかな、今の。6連までのホリレンのテトリスが強くて刺さる。まあ刺さったけど、結果的にこちらのホリレンのテトリスで刺さったけど、これフランス側の耐えすごかったですね、今見たけど。上部での、ミノの捌き方と、しっかりホリレン、ホリの効率の良さが凄まじかった。いやー、うまいな、やっぱり。上部での、なんだろう、判断というか、そういうのが非常にフランス、なんか、めちゃくちゃうまい時あるんですよね。今の、すごかったな。しかし、まあ、結局は、こちらの堀の6連のテトリスで刺さりましたね。やっぱりその、なんだろう、Tスピンダブルとかテトリスを、最後の方に持っていくと強いんですよね。連は連でももちろん T スピンダブルとかテトリスだとさらに連の火力が増されて攻撃が増すので、そういうのが打てそうな場面の場合は、最後の方に持っていくと強いということですね。あ、じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。